みんなで早押しクイズ。はい、どうもマルモンです。今回もみんなで早押しクイズちょっとやっていきたいと思います。これ実は、ボイストレーナーの先生に教えてもらったアプリのゲームなんですけれども、実はものすごいハマっちゃいました。面白いゲームですね。ゲームというかクイズがもともと好きなんで、はい、なんか自分ぴったりにのアプリ紹介してもらったかなっていう感じがします。で、どんなぐらいハマってるかって言いますと、実際ちょっとスタートしますかね。よっ、今日もクイズやろうな。そんなにクイズしてるわけじゃないんですけれども、じゃあ何がハマったかって言ったら、ここの作文ってやつなんですよね。こんだけ問題を作ってました。曲名穴埋めクイズ、上級編とか、パンはパンデモクイズとか、ネットに覚醒感したい曲名穴埋めクイズとか、もういっぱい、もう1000問ぐらい作りましたね。もう自分でもすごで、今回その作ったクイズをですね、ちょっと紹介も兼ねてですねしようかなと思ってます。そうですね、一回ちょっと問題作ってみましょうかね。こちらのプラスってやつ でクイズの新しいリスト、簡単クイズ、仮にですね。で、この簡単クイズが一番上に来たん でここタップして、でクイズを作成されてないので作ってくださいと。じゃあクイズ作りますね。問題文最初に入力するんで、そうですね、朝の挨拶は何でしょう。ね、簡単クイズですよね。簡単ですよね。で、問題込んでいいかなと思って。で、次答えですね。おはよう。ですよね。おはようって入力して。で、今度選択肢ってやつで、自動でとりあえず作りますね。そうすると、4文字で、おとはとよとうっていう感じで。で、最初、答えるときに、1文字ずつ答えていくんですよね。で、最初の1文字は何か、正解は O だけど、正解は今か、自動で手と E と H になってるんですけれども、こんな感じで手じゃなくてこんにちはもさぐって、こうとか入れるとか、おやすみ、お休みは O だからあれか、こんばんはこうだな、こんでいいかも。で、はのは、はが正解だけど、選択肢の中にやも入れておこう。誰も朝起きたらお休みなんて、通常は、夜勤だったら言う人もいるか。そうですね。となると、ちょっとこの問題、一般的にって入れないとダメなのかな。一般的にって入れとくか。年には年を。文句言ってくる人、俺、朝お休みって言うよって言う人もおるかもしれないからね。こんな感じでクイズ作ってて、で保存だ、クイズ 1個できましたね。で、このクイズを仮に公開しないですけども、公開する場合はホームに戻ってフリーマッチですね。でフリーマッチってところでルーム作成って下の方にあるんですけども、これタップして、そしたら作ったこの作文リスト、簡単クイズですよね。で、説明、簡単ですよ。もう本当にそのまんまですね。仮にこういう風にどんなクイズかっていうの説明ですね。これが説明ってところですね。で、シャッフル、10問作ったらその10問順番通りに出すか、作った順番関係なく何番目ランダムで出題するっていうことですよね。そういうことをするかしないか、1問しか作ってないからどっちでもいいんですけれども、そうですね、これ変えることができますね。で、ルールもあって、回答権、そうですね、5%みんな回答できます。
エンドレスチャンス、あの1人答えるときに、答えてるときに他の人は答えられないんですよね。1人があの正解か、ま、あの不正解か、答えきるまで、回答権が出てこない、同時に答えられない、まあ、こんな感じかな。処理ポイント100で正解10ポイント間違っても0点、ペナルティはなし、失格ペナルティ、何回間違えると失格になるかですね。これも0、まあこんな感じで。サドンデス、サドンデスは最終的にこの勝利ポイントを今100ポイントに設定してるんですけども、何名かが同時に100ポイント到達したっていう場合に最後にサドンデスですね、するかしないかっていうところですね。あとリーダーの回答、まあ、自分自身も問題に参加するかっていうことですね。しません。 最大参加人数は何人までこのクイズ参加させしてもいいことにするかですよね。なしだったら1000円はなくて、まあ1人借りて、こんな風に8人までとかっていうふうに決められますね。だから全員参加してもいいということで。でルーム公開中っていうところで、これオフになってるんですけど、今非公開になってるんですね。ルーム公開中オンにすると、みんなにこの問題を公開することになりますね。でタイトルにも載せたんですけれども、言いたいことがあると、下にチャットができるんですよね。ここで待機、人数集めてるところですね。このルームの中で会話もしたりすることもできますね。まあこんにちはチャットですよね、うん、そういうことができるんですけれども、この間このところで問題作って公開した時に2人ぐらい入ってきたんですよね。で自分4人くらいからスタートしようと思います、4人集まったらスタートしますよって押したら、早しろって言われましたね。びっくりしましたね。いきなり早しろって命令みたいなこと言ってきて、ちょっと口が悪い感じだなと思ってたんですけれども、そしたらネキボンヌスぞタヒネ、すごいこと言ってました。びっくりしましたよ。そんなこと言うなマジで。でこれ誹謗中傷ですよね。ネキボンヌスぞはもう完全にね、それで事件になったこともありますからね。さらにそれで法律もできたし、そんなこと言っても誰も得せんぞ。自分は面白いかもしれないけど、本当に万が一ね、捕まるかもしれないし、得なんてないですよね。言わなければいいね、こんなこと。うん、早くしてとかそういうのならね、まだいいかもしれないですけれどもね、そういうことがありましたね。本当に言っちゃいけないよこんなこと、ダメだよ。まあこんな感じで問題は一応作ってるんですね。それをいろいろ作ってたわけですね。でとりあえず一つ何か問題公開しようかなって、今ここで自分の作った問題ですね。まあとにかく、あこっちの方ですかな、曲名穴埋めクイズ上級編、何回か公開してるんですけれども、まあ結構ちょっと上級編なんで難しめの問題になってますね。説明もう辞書登録したい、間違えた、でアーティスト名の一部がハテナで隠されてますので、推理して曲名の〇〇を当てるクイズですっていうことですね。これはもう237問作ってあるし、もうシャッフル当然ですね。でルール、回答権みんなに回答させて150ポイントだな、失格はなし、リーダー参加人数も制限なし、一応例題も載せとるんですよね。
どんなクイズなんかって、まあ、あの最初公開した時にどんなクイズなんかよくわからないっていう人ももちろんおったんで、一応、まあ、こんなクイズですよって例題で、福春でアーティスト名は8文字で、さざあさか匿名5文字で、はてなと丸には漢字や記号などは入りませんっていうことで、この場合の答えはプラザですよね。桜坂なんでプラザと入力するのが正しいですっていうふうに、で3人から一応スタートしようと思いますっていうので、いよいよ公開していきます。どんだけ集まるかな。あと1人、あと1人、あと1人、あと1人。これ問題の中には自分も分かんないやつもあるかな。よし、スタートします。スタートします。スタートします。あ、1人、4人いたけど1人いなくなった。小さいよ、肌。なんとなくやっぱ分かる人は分かるんだよな。あいみょんの裸の心ですよね。スープ、ストロベリーフラワーですよね。難しい、結構難しい。ひらめきも大事なクイズになってますよね、なんとなく。あ、これだと M とか N の、おお、すごいな。ミスチルの花火ですよね。すごいすごい、まあ、こんな感じの問題ですよね。ザ・ハの曲、うん、まあピンポ有名な曲がほとんどなんで、間違えちゃうじゃん。なんとなく、まあ、ひらめき力が試されるんで、まあ曲の知識もそうですけども、まあ、またミスターチルドレンですよね。すごいな、このオムライスさん、オムライスさん早かったな今。ふ、あ、お、オムライスさん、わあ強っ。これはなんとなく90年代の分かりやすいですね、知ってる人は。間違えちゃった。あらら、いい、はい、もう、はい、うん、これはもう2020年代ですよね。お、ヘルメスさん、もうらい、あ、オムライスさんすごいな、結構。あ、さすがさすが、この人も優勝するな。150点で取れば優勝ですからね。これはもうね、 L から N だったらもうレモンですよね、有名なやつ。この試験か、お、わかるか。いやー、さすがだな、風に。何をやってんの。もう一息、うん、やっぱ分かる人分かるんだよな。楽しんでくれたか。次もよろしくな。こんな感じでクイズ出してますね。スタンプ押してありがとうな、ありがとうな。まあこんな感じですね。見てる側もやっぱ面白かったですね。もうまあこんな感じでクイズずっと作ってましたね。うん、でこの後も、この後もというか今後も、今後もまたクイズどん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 作っていこうかなって思って、あの公開してやっていこうと思いますね。主にね、あの何作ってたんだったっけな。あら、ここが始まった。見せ肌作ろう。このタイトルもそうなんですけれども、やっぱみんな、あの、お、これ面白そうだなとかって思ってもらえるようなクイズが、うん、作っていきたいですね。うん、なんかやっぱありきたりのやつでもいいかもしれないですけれども、
うん、だからまあそれぞれあの頭を使うものやらジャンルがねあのいろいろあったり、そうですね、だ本当に難しいやつ、誰も解けんやつ、この一番下のこの曲知ってる人いるかな、個人的お気に入り曲名穴埋めクイズって、有名な曲一切出ないで自分のあのすげえ好きな曲、うん、ばっかりですよね。これもう知らないアーティスト、あれ音楽消えてるぞ。まあこんな感じ、うん、聞いたこともないアーティストばっかりですよね、ほとんど。まあこういう問題もね作ったりして、はい、このゲーム楽しんでおります。で今回は一応あのまあ今日こういうことをしてましたよっていうこととあとこういうことがありましたよっていうまあ動画です。またあのいろいろ動画あの上げていきたいと思いますんで、見てくれた方ありがとうございます。またあの楽しみ、次の動画も楽しみに待っててください。もしこの動画がいいと思いましたらあのチャンネル登録、まあ、高評価等もしていただけると大変嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。